どうも、宮水神社で巫女をやっています。なんちゃんです。なんちゃんが生きた平成ももうすぐ終わるということで、この企画、やってしまいましょうか。絵がうまい漫画家ベスト10発表。はい、完全に、私まんちゃん調べによる、絵がうまい漫画家10選となります。まずは漫画家を紹介し、私が感銘を受けた一コマを紹介するという流れで発表していこうと思います。あの漫画家いねえじゃん、とか、そのコマ選ぶ?と文句があるなら、ぜひ、コメントで。私を殺すなら、どうか軍議で。はい。皆さんがいっぱいコメントくれれば、絵が上手い漫画家データベースが勝手に出来上がると思うので、夜です。平成が終わりに近づき、若干テンションがおかしいまんちゃんですが、最後までご視聴いただければ幸いです。それではどうぞ。はい、一人目は、無限の住人や、最近だとアニメ化プロジェクトが動き出した、波よ聞いてくれ、で、おなじみの佐村博明です。語彙が貧弱で申し訳ないんですけど、とにかく絵が上手い。デフォルメの少ないリアル路線の絵ですね。多摩美術大学卒の漫画家で、小学生の頃から漫画家以外に将来の夢を答えたことがないそうです。かっこいい。そんなまんちゃんの選んだ一コマがこちらです。いきなり、一コマじゃないじゃねえか、と総ツッコミを受けそうですが、まんちゃんの好きなシーン、くらいに捉えてくれればと。この一コマは、無限の住人での一人のハゲと、ウニ頭の男の戦闘シーンです。この戦闘シーンの躍動感がすごいんですよ。漫画なのに動いているように見えませんか?見えない?よくわからない、という方は、漫画買ってみてみてください。という感じで、絵に関しては、ド素人の私なりに絵がうまいと思った漫画家をポンポン紹介していきます。なお、技術的な面での説明はできない模様。はい、お次は高橋義弘になります。連載時には、時に、ぐちゃぐちゃの線画のまま載せてしまうこともある富樫先生ですが、富樫先生も美術学科卒業とあって、本気を出した時の画力は半端ないですね。特に、レベル E は、月1連載だったこともあって、しっかり絵が描き込んであるので、富樫先生の画力に触れたい方はおすすめ。はい、そんな富樫先生の漫画での、まんちゃんのベスト一コマがこちらです。悠々白書より、比叡としぐれの戦闘シーンです。あらゆる漫画の中で、この戦いこそがベストバトルだという人もいるのではないでしょうか。腕が飛ぶわ、体が半分になるわて、命がけの戦い感が半端ないです。思わず息も止まるようなこのシーンは、富樫先生の画力あってのものでしょう。誰か、このシーンを超作画でアニメ化してください。はーい、次は、つぐもも、の浜田義和です。代表作のつぐももは、お色気6割と戦闘4割といった感じの漫画で、可愛い女の子の絵もうまいのですが、戦闘シーンが圧巻ですね。作画はデジタルなのですが、デジタル作画の漫画家さんは、カラー絵が、とても綺麗な印象です。そんなまんちゃんのベスト一コマがこちらです。つぐももより、妖怪討伐シーンの見開き1枚絵なのですが、これは、本当に衝撃を受けました。妖怪の細かな作画もすごいですし、主人公の母による帯を使った攻撃のかっこよさや、これは、ぜひ電子媒体で読んでほしいです。拡大してもめちゃ綺麗なので、タブレット端末とかで見開きで読んでくだされ。はい、次は、ガンツや犬屋敷でおなじみで、今は、ギガントを連載中の奥広屋です。CG を使ったデジタル作画で有名ですよね。緻密な背景やロボットの作画がすごいです。あと、リッチな漫画での B 地区の揺れの残像表現を発明したのは奥先生になります。私も、作画の参考に、そういった書籍を読んだことがありますが、あの発明はノーベル賞ものですね。そんな、奥先生の漫画でのまんちゃんのベスト一コマはこちらです。リアルに描かれた大阪の街並みが文字通り削り取られてしまっているこのシーンが迫力があって好きです。
ガンツの大阪編は前編通して好きですね。その後のカタストロフィ編は背景や機械の描写がよりリアルに描かれているので、漫画買ってみてみてくだち。やはりデジタルサコガの漫画家さんの漫画は電子書籍をおすすめします。はい、続いてご紹介するのは孤高の人や犬さんの作者坂本慎一です。多分今日紹介する中では素人目に見てですが一番絵が上手いんじゃないかと思います。孤高の人の極限状態の人間の描写とか唇の乾きまでリアルかつ細かく描かれており、これを週刊誌で連載していたのは本当にすごいと思います。作画に関しては全編通して綺麗ですので、どのコマが上手いとかはないのですが、最終巻山頂に向かって登っていく様は心が震えました。文字通り山に命を懸けた男の物語で、心理描写などもとてもリアルで、読んでて心がしんどくなる部分もありますが、おすすめですので読んでみてくだされ。はい、折り返しです。代表作に羊の歌、イエスタデイを歌ってなどがある遠目系になります。最初に紹介した佐村博明と同じ多摩美術大学の出身で、漫研での先輩後輩になります。やっぱり美大卒の漫画家の絵は誰が見てもうまいと感じますね。はい、ベスト一コマは空伝ノイズの姫君のイラストになります。僕の子がギタリストなんですけど、ギター弾いてるような素振りがとてもいい。エアギターを絵で表現するとかすごくないですか。遠目先生は仕上げに PC でのデジタル処理をしているようなのですが、原画のイラストはアナログで描いていて、この油絵っぽい感じの画風が好きなんですよね。どんどん行きますよ。次は新世紀エヴァンゲリオンのキャラクターデザインと漫画も連載していました、貞本義行です。もはやイラストレーターと言った方がいいのかもしれませんが、一応ね、この方を紹介しないわけにはいかなかったので、貞本先生がいなかったら生まれなかったキャラクターがどれだけの数いるのだろうか。ほんと偉大な方です。ベスト一コマというかベストキャラクターなのかな、やっぱり綾波レイでしょう。貞本先生は大卒でアニメーターになったのですが、新人の時点で宮崎駿に並ぶほどアニメーターとしての技量は高かったそうです。絵にも個性があって、どのイラスト見ても貞本先生だってすぐわかりますよね。漫画としてではなく純粋なイラストとして見るなら、貞本先生の描くイラストたちが一番好きかな。画集欲しいです。はい、お待たせしました。オーグレイトになります。天井天下やエアギア、今では西尾新原作の化け物語をコミカライズして話題になっていますよね。絵が上手い下手とかって人による感性が違うから意見に相違が出るのは当然だと思うのですが、大暮先生に関しては絵が上手い漫画家として必ず挙げられるんじゃないでしょうか。同時に初期の頃から画力が著しく向上した漫画家としても挙げられたりしますね。はい、ベスト一コマは化け物語よりガハラさんの戦闘シーンになります。いやーかっこいい。ぜひ漫画を買って見開きで見てください。とにかく大暮先生の描くスタイリッシュな絵が化け物語の西尾維新独特のセリフ回しにぴったり合うんですよね。最強のタッグじゃないでしょうか。残り2人、続いて紹介するのはオールルームへようこその竹内智になります。武蔵野美術大学出身の女性の漫画家さんです。ダンスシーン見たらわかると思うのですが、画力が半端ないですよね。ダンス漫画なんて絵が上手くないと絶対描けないジャンルだと思いますし、ダンスの魅力的なシーンを切り取って描いているのがすごいです。ベスト一コマはダンスによって二人の気持ちが混ざり合った瞬間を描いたこのシーンです。やっぱり美大卒の人とかは人体の構造とか筋肉の流れとかも勉強しているのですかね。体を描くのが上手いなぁと感じます。ただこの高カロリーな作画のせいか
竹内先生は体調を崩してしまい、連載がストップしているので、体を休めてもらい、何度か再開してほしいですね。では、次で最後になります。まんちゃんのベストセレクションの最後に選ばれたのは、どの漫画家なのでしょうか。はい、平成が生み出した最後の怪物ラブコメ、五等分の花嫁を生んだ、春葉ネギ先生になります。いや、ネタではなく、本気で絵は上手いですよね。女の子を可愛く描くということに関しては、漫画家の中でも、かなり上位に食い込むのではないでしょうか。何より、週刊誌で、この作画を保っているのがすごいです。ベスト一コマは、こちらになります。やはり5人が揃っているシーンがいいですよね。晴れ着姿が綺麗です。本当は、いちかの、やった、と悩みましたが、やはりこちらにしました。はい、というわけで、絵がうまい漫画家ベスト10を紹介しました。次にお前は、てめえの好きな漫画家をあげただけじゃねえか、という。その通りで、私が好きで、かつ絵がうまいなぁと思う漫画家10人を選んでみました。他にも、絵がうまい漫画家はたくさんいると思うので、冒頭で言ったように、コメントで教えていただけると嬉しいです。平成が終わる前に、こういう形で、自分の今、好きな漫画や漫画家をまとめたかったという気持ちもあります。令和が終わる頃に、また見返したいな。というわけで、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。また令和でお会いしましょう。バイちゃん。